はい、どうもこんにちは。自重特選隊の、翔太塾長幕です。また今日もこの3人で、動画やっていきます。で、今日は、腕立て伏せですね。腕立て伏せで、大きな体、大きな筋肉を作るための初級編をやっていきます。そうですね、大きくなるためには最終的には、高負荷高回数のハイボリュームのセットか、ひたすらそれを、500回とか1000回とかやり続けるハイボリュームトレーニングが、一番体が大きくなると僕は思ってます。なるほど。ちなみに僕いつもフラッグ用の腕立て伏せって3頭めっちゃ使うんですけど、塾長系の腕立てやるとどんな体になっていくんですか？いや、見たら分かるでしょ。こんな感じなんです。めっちゃ太なるんですね。こんな感じで、僕この前サーキットで1200回でしたっけ、1時間で1200回腕立て伏せやったんですけど、時々2000回とかやります。で、基本的にサプリとかウエイトトレーニングほとんどしない状態で、こういう大きさになりますっていうやつの初級編をやりたいと思います。で、今日は大事なのはハイボリュームをするために刺激を変えるトレーニングとやっていきたいと思います。で、刺激を変えるのはまず今日は普通の腕立て伏せですね。普通の幅で30回やります。で、30回終わった瞬間にすぐワイドプッシュを30回やって、最後にダイヤモンドプッシュアップですね。これを30回連続してやっていきます。で、これを、30回できない人は20回10回とか30回20回とか、自分にこれも限界やなっていう回数でセット組んでもらいたいと思います。それをできれば2セットから3セットやってもらえれば、そうですね、普通に腕立て伏せ連続100回とかできるようになってくるんで、そこから中級編上級編っていう感じで動画を作っていきたいと思います。ちなみに、やって、30回、はい、途中で膝ついたりするのありなんですか？ダメです。で、そうですね、今日ポイントしたいのは、いろんなトレーニング教えてる人とか YouTuber とかいると思うんですけど、結構この辺腕立て伏せとか、上半身とか、顎が深いとか低いとかそういう話が多いんですけど、一番大事なのは実はつま先なんですよ。つま先、要はかかとの使い方、下半身の使い方がどれだけうまいかによって、プッシュアップの質が変わってきます。それをちょっと、先に説明入れてから、トレーニングに入っていきたいと思います。という感じです。いいですか？じゃ、こんな感じで、やっていきます今からトレーニング始めていきます。腕立て伏せでバルクアップ、筋肉のサイズを大きくするっていう、初級編やっていきます。まず大事なのは刺激を変えることですね。刺激を変えるトレーニングやっていきます。まずは腕立て伏せ、普通の手幅からどうしようかな、30回やろうかな。30回やって、次は30回終わったら幅を広げて30回で、次最後はダイヤモンドプッシュアップ、親指と人差し指くっつけた状態で30回やってみたいと思います。いきます。30終わったんで広げて、この時にかかとが前後にこういうふうに動かないようにしっかり固めてやります。はい、次ダイヤモンド。30、これで30回、90回終わりました。これだいぶ来てます。で、人によっては、別に20回20回1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 0回でもいいです。自分のレベルに合わせたこの刺激を変えるトレーニングを2セットから3セット、まず初級編としてやってもらえればいいかなと思います。以上です。はい、はい、じゃあ今度はですね、翔太、マクに今のを実践してもらいます。で、回数は30回30回じゃなくても様子を見ながら、その人の限界到達できるように僕が、管理しながらやっていきたいと思います。じゃあまずマクからいきましょう。はい、じゃあ姿勢ですね。はい、普通の姿勢からいいよ。1、2、3、4、5。ちょっと待って、スピードを求めすぎ、しっかりとフォーム。はい、はい、6、そう、7、そう、8、9、こういう感じで、10、違うやろ、11、はい、12、13、14、15、大事なのはここなんでね、16、17、18、ここが前に遊ばないこと、しっかりと、そう、前に遊んでもしっかりかかとを戻す。はい、21、22、そう、23、24、25、26、27、28、29、30、はい、毎度。ちょっと浅いな。ダイヤモンドは浅くてないけど、これは深くいこう。1、2、きついの ?3、4、5、6、もっと母子球しっかり使って。はい。揃えて母子球のグリップをしっかりと。はい、何回 ?8、9、10、はい。いけるいける。11、12。13、14、15、16、17、じゃあ20までにしよう。18、19、もう一丁止まるな20。はい、ダイヤモンド作って。で、これはそんな深くまでいかんでいいから、はいよ、拳1個ぐらいここまで来る上から。1、そう、2、そう、下半身が遊んでるよ。下半身しっかり使うな。3、そうそう、体幹と下半身に戻してくるイメージで、そうそう、腕だけで戻したら絶対限界くるから、そう、全身追い込む。はい、浅い浅い、甘い手の位置もうちょっと後ろにして OK、 それでいいよ。一回フラットの状態からフラット戻して、ここから、そうそう、休憩の時はケツ上げていいから、下ろす時はちゃんとここにセットしてから下ろす。2、あと8発。3、はい、4、5、あと5発。次2回行こう。次2回エネルギー貯めて、はい、こうフォームいいやつな、はい、崩れない、そう、 OK、 これで休憩して、あと3発、あと2発か、あと2発。1回行って戻して2秒休憩して、12でいく。はい、 OK、 上げる。OK よ。今日聞いた？あ、聞いた。これを2セットから3セットしたら、まあ、太なるんで、初級編ですよ。で、中級編、上級編で上げていくんで。はい、次、翔太。はい、いきますね。次、はい、翔太。いきます。30、30、30を目標に。マクはできませんでした。はい、行きましょう。1、あ、ストップ。いいよ、押して。これ、巻かない。これでいくぞ。三頭筋と、はいよ。なるべく三頭筋関与させない。三頭筋だけで上げない。コンディション悪いんやな、手首の。はい、6、はい、7、グリップ効かして、はい、8、はい、9、10、11、12、13、14、15、ちょっと前見て、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、はい、ワイド。まかへんってなったら足が痛かんね。そう、1、これ苦手やな。2、はい、3、前見て、腹筋連動しないから前見ないと。5、この辺見た方がいいね、この辺。それちょうど腹筋が連動してたら飛んだからよ。はい、ここ。はい、6、そう、はい。20いこうか。5、5、5、5。7。はい。はい。体重後ろに、体重後ろに。8、そう。はい。はい、はい、9。体幹が使えてない。体幹と下半身が使えてないよ。いいよ。これで落として落として戻すイメージ。こう、そうそうそう、お尻上げない。そう、こっから上げるの OK。 こっから上げるの OK よね、はい、あと5回いこう。じゃああと5回。1、そう2。だいぶ右手が遊んでるわ。3、はい、4。ほら、上半身しか使ってない。体幹と下半身が使えてない。しっかり戻す。体幹で、体幹で上げる、体幹で上げる、体幹が負けてる。はい、ダイヤモンド。ほら、ラストだから。ほら、蜂が来てる、蜂が寄ってきてる。あ、それで、あ、それで、あ、それで。はい、母子球のグリップ効かして。はい、一回セットして、一回セットして、セット。はい、落として。肘締めすぎや、肘締めすぎや。はい。ほら。ゴーはい、下ろして持ってるから。10回いこう、10回。まだ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 、浅い浅い浅い。この1センチが大事。そこ、はい。ほら、全然体幹が使えてない。はい、親指のグリップ効かせない。母子球のグリップを、母子球。母子球が使えてない。こう、母子球が使えてないから、上げられる。はい。あと7発。1。ほら。ここだけで上げようとしてからダメなんですよ。お腹と下半身を使う。はい。違う違う違う。はい。ほら、セット。あと3つや。おい、こんなんでか。はい。下ろせ、下ろせ、下ろせ、下ろせ。下半身で、下半身で、下半身で上げる、下半身で。下半身で上げて、腕のサポートをしてあげる。出し切る、ラスト。下半身、下半身、ほら。これね、取ってるでしょ。これダメだからね。今みたいに、下半身が使えてないと、これがこうなっちゃうからね。かかとが前行っちゃうと、絶対体が反っちゃうから。これトレーニングにならないからね。絶対筋肥大しないし、体のコンディション悪くなります。だからしっかりと下半身で持っていったけど、こう下半身で持っていくっていうのをやってみてください。以上です。取ってあげてください。近い近い近い、汚い汚い汚い。おっさんのアップあかんよ。いらんか。という感じで、腕立て伏せの初級編を、終わりたいと思います。やってみてどうでしょう。いや、いつもね、三頭筋だけで腕立て上げてるなっていうのが。いや、あと腕だけ、この腹と足が疲れてないから、それを課題に練習していく。じゃあ、絶対腕立て1000回できるわけで。で、30、30、30できてないんで、まずそれを目標に。で、マックも30、30、30できてないから、で、あと。休憩多い。それなくすように。はい、という感じで、次回は懸垂の初級編、本来なら UT がいるんですけど、ちょっと今いないんで、僕が初級編やりたいと思います。では今日はこんな感じで終わりたいと思います。以上です。サラダバー、はい、サラダバー。じゃあ100回やります。対100。まあさっき追い込んだ後にしては、まあ100回ぼちぼちかなって感じです。100回以上です。